乾杯。あーうまい。おーうまい。うまい。いやいいね、オールフリーの乾杯からのスタート。はい、始まりました。ついに皆さん明日発売でーす。ドクター五郎ちゃんが出演させていただいてます新 CM、 皆さん見てくれましたか？はい、 CM の方はもう始まってるんだもん ね、 嬉しい、 いいですね、爽やかな感じでバサーバサーっと ね、 ね、ちょっと撮影中のエピソードとかも暴露されちゃいましたが、階段をこうやって走って上がるところをそうそうそう、25歳、25歳の気持ちでお願いしますって言われてって言われてから2人が気合入ったら五郎ちゃんが滑るねえ、そういう目で見られちゃうじゃないか、あのシーンをさあ僕らサントリーさんの新オールフリーメッセンジャーに就任させていただいたわけですが、今日はその新オールフリー、こちらですね、はい、をお題に僕らが監督となって CM 撮影に挑戦する様子をライブ配信でお送りします。その名も新オールフリー CM 対決。はい、まずはですね、すべて4つのお題をおさらいします、はい、こちらがですね、今回サントリーさんからいただいた新しくなったオールフリー4つのお題になりますよ。1つ目いきましょう。1つ目は、うん、新オールフリーは想像以上の美味しさ、うん、2つ目は新オールフリーは新しすぎて気持ちいい、3つ目、新オールフリーはますます飛躍する、うん、4つ目、ノーマルに新しい時代がやってくるということですね。これからね、僕らが交互に監督となって、そして演者となって90分のライブ配信見てくれてんのかな、これ、ね、やってんですよ ね、 ね、みんな見てくれてますか？皆さんも乾杯しながら ね、 ね、一緒に見てもらいたいと思います。はい、じゃあ早速ね、作った4本の、うん、CM の中から投票で1位を決める。そうなんです、皆さんに投票してもらうんですね、うん、そして、完成した CM をサントリーオールフリーホームページ上の特設サイトに後日アップするので、うん、視聴者の皆さんぜひ投票の方お願いします。お願いします。はい、そしてですね、ハッシュタグ新オールフリー CM 対決をつけて投稿してみてください、うん、ライブ配信中に皆さんからのコメントも、発表ができたらと思ってますので、うん、どしどしコメントをお待ちしております。発表しますよ、皆さんのコメント読みますからね。読みますよ。僕らもさっきねアップしたよね。しました、ハッシュタグツイートしましたので、うん、はい、僕あのインスタの方にもね写真も載せたんだけどね、ゴロ、うん、ちゃんの写真がちょっとね半分ぐらいになっちゃったすいません、ね、え、何俺の写ってんの？ん、そういうの一回許可取ってくれなんかさ、基本的に勝手にさ写真載っけるじゃん。じゃあこちらのスタジオにオールフリー CM セットが立っていますので入っていきましょう。写り方とかあるから一応僕に許可取って、今日投稿するときは許可取って。今日の写真じゃない。本当に大丈夫、あの CM 撮影の時のを、うん、だから本当にそれだったらいいでしょ、うん、なんか勝手に投稿するんですよねいつも。さあこちら、ほらすごいセットが立ってますよ。はい、ね、なんかもういろんなセットがあって、ゴルフセット、あ、俺がゴルフ好きだからだな。いやいや間違いなく僕でしょうね。ねえ、なんかあの辺もあれは五郎ちゃんのセットかな。いろいろありますね。ねえ、いろいろありますよ。本当のちょっと CM 撮影場みたいな、うん、感じの模様が。はい、さあまずはそれぞれの衣装に着替えてね、はい、始めたいと思います、うん、みんな見てくれてんのかなこれ楽しいね。そうですね、楽しいね。まずはじゃあこちらの CM をご覧ください。どうぞ。
着替えました。五郎ちゃんまだかな。着替えましたね。これは何なんだろうね。今五郎ちゃん着替えてますからね。始まってるよ。ごめんごめん。ちょっとね。ちょっと今ね着替えてる時に、うん、髪の毛がちょっと崩れちゃって。ちょっと大丈夫ね。大丈夫。じゃあ触んない。最近よく触りますよね。着替えましたね。はい、すいません、ちょっと。これは何ですか。さあ、うん、まずは稲垣監督、ね、監督。そうなんです、僕監督で。一つ目のお題とコンセプトの説明をお願いします。はい、僕の一つ目のお題はですね、新オールフリーは想像以上の美味しさです。ということで、まあ、とにかくですね、これまでにない美味しさを演出したいので、うん、慎吾にはですね、言葉を超えたうまさを表現してもらいたいと思います。あ、早速セットに移動しましょう。行ってみよう。こっちです。よし、これかな。はい、これですか。あ、違う、こっちこっちこれ多分僕だから。まず僕が監督として選んだのはこちらのセットですね、うん、はい、こちらのセットにある、あの大きな白いキャンパスに、まあ、慎吾のですね、感性を生かした自由な絵を描いてもらいます。おお、好きでしょう。だって絵を描きますか。うん、私は画家です。私は画家ですだけ。違います、こうです。私は画家です。あ、そうです。私は画家です。はい、でもほら得意分野ですから、はい、もう本当に自由な発想で、うん、うん、もう想像を超えた新しい角で慎吾を表現してもらいたいということなので、ここにいろいろとね、画材も道具も用意してありますので、うん、日頃だってこういうのやってるでしょ、うん、家でも描きますよ、うん、このぐらい大きいキャンバス多いでしょ。だって、あ、このぐらいのを描きます。そうだよね、そうなんです、絵を描いていいんですか。はい、ということなので、まあ、僕はほら見ちゃうとちょっともったいないので。そうだね、せっかくだからじゃあ、うん、完成するまでご覧ちゃうみたいで、まあ、僕はここで監督としてね、みんな俺についてこいよ。俺監督だ。監督にこういう時こうなりきるのとかちょっと苦手なんですけど、すいませんね。さあ、ということで、まあ、カメラもですね、何台か用意してあるんですね。 CM 用のカメラ、CM 用、うん、あれが B カメさん、CM 用の A カメさん、A カメ、はい、でこっちが今やってる生配信状況を撮ってくれてるというね、皆さんが見てる映像になりますけれども、はい、はい、絵描いていいの。じゃあ2時間ぐらいかかるけど。いや、それはダメでしょ。他にもやることいっぱいあるんです。時間には限りがあるので。わかりました、うん、ね、じゃあ行きますか。はい、行きますよ。よし、それでは本番用意スタート。どうぞ。あ、待って、よし、 OK。 ちょっと慣れてないのこの、ちゃんと監督コントして。監督コントやったことない、しかも監督役を。いいよ、どうでもいいですよね。はい、じゃあもうスタートしてるんで、まずはですね、ほら急に書き始めるというよりも、うん、なんかここほら準備してたりとか、いろいろ構想を練ったりする、そういう顔を押さえて。あんまそういうのないんですよ。もうパッて撮ってもう、うわーみたいな。いやいや、でもまずほらなんか絵の具を作ったりとかね、自分のこういう作んなよ。なんかこういうなんか作業してるちょっと職人的な映像を撮りたいので、うん、ちゃんと押さえてるカメラね。ちゃんと見てますよ。すいませんね、なんか監督コントが不慣れで。ねえ、あ、いいっすよ、いいっすよ、ビーカメさん、いい感じ。スタートしてないじゃん、用意スタート言わない。あ、そうか、用意スタート。お、いいね。あ、雰囲気出てる、雰囲気出てる。シンゴちゃんっぽい、シンゴちゃんっぽい。お、エーカメちょっとピンが甘いぞ。どうした。そう、絵の具混ぜて、手元とかね、ちゃんと押さえといてね。うん、もっと回り込んでもいいからね。もっとこっちからちょっと回り込んで、そう、回り込んでね。慎吾ちゃんの横顔がチャームポイントだからね、うん、あ、いいね、いいね、そういうのいいよ。カメラ向いてね。
あ、なんか黄色とブルーを混ぜて使っておりますけれども、果たしてこれは本当に配信されているのでしょうか。ね、あ、黄色と青を混ぜてちょっと緑に仕上げていくんですね。うーん、なるほどね。なんか書いてますけど、うん、まあ、そこがキャンバスではないからね。ここに作品を作んなくていいから。やっときた、的確なツッコミ。すいませんね、ちょっと遅くてね、そういうのね。ね、いいですね。あとちょっとこう絵に向かってさ、なんかこうなんていうか、ほらこう構想を練ってるみたいなさ、筆とか持ってさ、ちょっと筆持ってちょっとなんかほらこうやってこうなんかあんじゃん、画家みたいな、こういう、ね、そういう感じもね、ちゃんとカメラ撮せ、いいね。そう、カメさんちゃんとファンアップして、変な顔しないで、ちょっと変な顔して、いい顔して、おー、コントっぽい。いい顔、ふざけなくていいから、コントじゃないから、これ、はい、大切なコマーシャルですからね、オールフリーの。さあ、今でも撮りましたよね。いい感じですね。もう回ってますからね、カメラね。うん、そうそう、真剣な表情して、ふざけないある CM の撮影ふざけない必死ですよ、僕もこの今役割。さあ、じゃあ書き始めます。あとはちょっと自由に書いててくださいね。うん、なんかスプレー缶を使って、あー、いいですね。この服となんかこれも合ってますよね、このキャンバスの感じとね。うん、ちょっとストリートアーティストみたいな感じでね。はい、え、何でもいいんですか、本当。あ、いいね、今いい顔しましたね。自然なね、やっぱり表情が慎吾ちゃんのね、魅力ですよね、皆さんね。はい、さあ、まあでもといってもあまり時間ないですからね。はい、なんかブルーを使っていいですね。まあ、あまりこの絵の内容が分かるようにはね、まだ B カメさんも撮らないように。そう、あ、A カメさんいいですね。うん、やっぱこれ基本的にこれ僕ずっとこう喋ってた方がいいの。黙ってて見ちゃいけない。配信してるから。なるほどね。さあ、何か書いております。いいですね、真剣な表情が。なんかちょっとこう思い悩んだりとかさ、なんかこううまくいかないなとか、そういうちょっと苦悩の表情とかもちょっとたまに見せてね。あんま悩んないしないんですよ、絵描くとき。悩まないんですか。もう勢いでバッといっちゃうんで。うん、描きながら進めていくパターンなんですか、最初にすごい悩むというよりも。あ、いいね、この表情。真剣な顔になって、そう、うん、いいよ、A カメさんいいよ。A カメさんちょっと動こうか、いろいろとね。そう、動いて、カメラの方が動いてね。ちょっと臨場感のある感じで、ちょっとドキュメンタリー風な感じで。あ、いいね、ちょっとでも真剣な顔してても、ちょっとふざけてんだよな。本当に真剣にやって。だから普通にやれば真剣になるんじゃない。分かった、真剣にやって。なんかちょっとコントの顔してるんだよな。最近絵描いてますか？なんか最近描いてますね。まあ、なんかまた急に描き始めたんでしょ？いろんなこう、でもなんかあの仕事の感じとかでもこう、あ、なんですか、番組でちょっと描いてみようとか、うん、やってるんだ。じゃあちょっとね、うん、普段描くときってもう黙々とずっと一人で描き続けて、やっぱ作品によって全然違うの？時間がかかる。違いますね。本当なんか昨日、4日目ぐらいで毎日1個ずつぐらい最近描いて。あ、描いてんだ。ね、だってそれこそインスタグラムとかでよくね、更新して載っけてるもんね。そうですね。はい。さあ、着々とピンク取り出しましたね。さあ
ね、時間も迫ってきてますからね。ちょっと絵代わりないね、A 亀さん、B 亀さん。ちょっといろいろと動いて、そうそうそう、素材がいっぱい必要だから、煽ったりとかね。そうそうそう、ちょっとスタジオの上の見切れちゃっても構わないですから、それももうなんか味だからね。うん、いいっすね、いいっすね。だいたいそれと筆を普段使うんですか？使わないですか、普段は。普段筆使わないの？ほとんど。何で書くんですか？あのチューブのまんまこうやって書いたりとか。そうなの？はい。チューブのまんま、チューブのまんまで書いたり、あと指で書いたり、手で最後ブシャってなるんですけど、うん、今日きっと4個ぐらいある1個目だから、うん、汚しちゃうといろいろ問題だと思ってやってない。すごいちゃんとしてます。ちゃんとしてます。普段でも手使って書くんだ。あ、いいですね、カメラさんね。それ手元に、手元寄って、手元寄ってから顔にパンナップとか。あ、いいですね。やればできるじゃないですか。ねえ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。ちょっとポッピンがボケたりとかね、そういうなんか荒々しい映像も全然、逆に生々しい方がいいのでね、綺麗にまとまらないでね。さあ、スプレーを使って完成間近ですね。はい、言葉を超えたうまさを表現してもらいたいので。なんかね、この感じは初めて書いてる感じだけど、あの結構いいと思う。え、筆を使って書くのが？いや、この今描いてる絵というか、うんうん、なんか意外とこう、でも見られて描くことってないよね、だからね。ありますよ。あるんだ。結構その絵描いたりするときにカメラがいて撮ってもらったり。あ、そっかそっかそっか。あと人に頼まれて描くときとかも普通にあるもんね。さあ、あ、いいですね、このアップいいですよ、A 亀さん。はいはい、もうそれ以上正面回り込めないですね、壁があるからね。確かにね。まあでもね、はい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 、なんか書いてありますね。今度黒い絵の具を使ってなんかカラフルなものを書いてた感じがするんですけれども、はい。さあ、ぼちぼちですよ、時間もまだありますからね。4つありますから、今日は。うん、さあ、一回 B カメさん引いてみましょうか。もうすごい、はい、引いてちょっとこの辺動き回って、なんかまるでこうレールに乗ってるようなというか、動きが欲しいですね。まるでレールに乗ってるような動きがね。本当カメラマンの方なんでしょうかね。ひどいよ、そんな。本当ですか。そう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 、これもう本当にスピーディーに編集しますからね。素材がいっぱいあった方がいいわけです。 OK ですね。はい、じゃあできましたね。はい、カット。はい、さあ出来上がりました、はい、じゃあまず慎吾君、この作品の説明をしてください。僕も見ていいですか、じゃあね。いいのを見ていい？見ていいかな。こちらです。はい。いやー、なるほどね。なんか黒いの描いてるときにちょっとなんか動きがね、筆の動きからちょっとなんとなく想像はしちゃったんですけど、かっこいいね。結構良くないかな。いいいい、新しいバージョンですね。ねえ、うん、これはどういうテーマなんですか？テーマ、うん、テーマはだってうまさを超えたうまさでしょ。はい、これ一応これ誰の絵ですか？これ誰だろうね、これ僕ですよね。これはもう
五郎ちゃんは。そうですよね。これあの加藤君が昔から書いている僕の針のように細いというあの絵描き歌ですよね。うん。それモチーフですよね。うん。似てますよね。CM の中でも僕らこう羽が生えて。はい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 。なるほど。もあるし。うん。あの最近僕はインスタを始めたりして、インスタ映えでこういうのがなんか流行ってるじゃないですか。あるあるある。ロサンゼルスとかに行くとある、壁とか、そう、その前で写真撮ったりとかして、 そのイメージなんですね。オールフリーインスタ映え頃、ね、おお、なるほど、新しいですね、うん、はい。さあ、じゃあ ではですね、出来上がりのカット撮影をしたいので、うん、まずカメラさんにね、こちら入っていただいて、で一回絵を隠してもらって、慎吾君に絵を描いてる風にして。あ、いいじゃん、僕のほら羽は。あ、そうですね、それもいい。そう最終的にそうなるんで、最初は後ろ向いててください。後ろ向いた状態で、うん、できたって言いながら振り向いて絵を見せてほしいという。こんな感じで。そうですね、でも羽を見せるのがいいよね。最初羽を見せてこうやろうか。できたって、僕に羽が生えてるって感じにしてから、実はインスタ映えのゴロちゃんでしたってことにした方がいい。ね、はい、シーンとしてますけれども、大丈夫ですはい、それではいきますよ。じゃあまず背中を向けて、うん、うん、はい、まあそれはもう任せます、君のタレント君のタレント性にはい、いきますよ、はい、よーい、スタート。できた、カット、オッケーあ、でもなんか言葉なかったよね。あれ、一言言った方がいいのかな。まあでもいいか、言ったじゃん、できた。そっかそっか、できたでいいか。オッケー、オッケーいいの、もう一回やりますか。もう一回やりますか、じゃあ、うん、まあ一応ほらテーマが言葉を超えたうまさなので、はい、うん、言葉を超えたうまさって言いますか。言わなくていいですね、うん、なんかすいませんね、こんな空気になっちゃった早く監督やりたいいいですか。 OK OK とりあえず OK 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 OK、 言わなくたら OK だから次の撮影に入るわはい、うん、もう監督になってるの OKOKOK、 よし行こう、うん、今のね撮影した素材をね今日の配信の最後までに30秒にまとめてもらいますんでね、皆さんお楽しみにね。じゃあ次もうあのすぐ準備しちゃって、もう始めていくかな。なりきんの早いね、じゃあ皆さんこちらのコマーシャルをご覧ください。監督だね。
着替えの方が終わりました。なんで毎回ゴロちゃん遅いじゃん毎回ゴロちゃん遅いじゃん。ごめんごめんごめん。さあ衣装はね、今度は僕が監督だからこんな感じで、はい、ゴロちゃんは日曜日のお父さんっていう。そうですね、ボルシャツとトラディショナルな感じ。ここ止めた方がいいよ、一番止めた方がいいですよ、うん、もう早速監督ですよね、一番上止めた方がいい。なんか落ち着いてるよね今日。なんで何これ、 生配信とか生放送とか慣れてるよね。なんか俺さっきからちょっとテンパってるじゃん。なんか悔しいんだけど。そう、芸歴同じぐらいなのにさ、なんかこの落ち着きは。もう監督になってるし。じゃあちょっと静かにしててみる。ちょっと喋ってよ。ちょっとみんな見てる。みんな見てる。おーい、さあ今ですね、はい、来てますか。始まったばかりなのに、うん、トレンド1位早い。すごい、トレンド1位だって。あ、もう1位なんですか。ハッシュタグ新オールフリー CM 対決っていうのが、うんうん、トレンド1位になったみたい。ありがとうございます皆さん。ありがとうございます。皆さんもね、ハッシュタグつけて、ぜひともね、僕らにコメントを送ってください、はい、さあ続いていきましょうか。はい、次は香取監督なので、じゃあお題とコンセプトの説明をお願いします。はい、僕の一つ目のお題は、新オールフリーは新しすぎて気持ちいいです。うん、このお題はね、ゴロちゃんが新オールフリーを初めて飲んだ時に感じたことなんですね。そうですね、新しすぎて気持ちいいと、はい、うん、だからね、今回はゴロちゃんに新しいことに挑戦してもらって、うん、気持ちいい達成感を表現していただきます。わかりました。まだね、スイッチが入ってないのは何だか分かりますか。監督スイッチですか。うん、分からないです。何かが足りない。分かった、メガホンだ。正解。行きましょう。メガホンとか好きだよね。メガホンの監督コント具合好き。好きなんだ。いい、あった、いいですか、これ持ってる。コント好き。これコント好きだよね。え、コント好き。コントやりたいよね。これ取れますか。いや、まずここでいいです。まだいいです。はい、というわけでね、ご用意しました、こちらのセット、もう五郎ちゃん大好きなね、ゴルフセット上がってみましょう。あ、こちら、僕は趣味がゴルフなんでね、多分それに合わせてくれたんでしょう。もうゴルフ何年ぐらいやってますか。まあもうでも10年以上は。10年以上やってる。はい、30歳の時からなんで。だいぶ変わったコースになってますけど、ここの台の上からパッと打って、うんうん、行って、坂登って、下って、およそ5メートル先にあるあのカップに一発でカップイン、カップインカッチ。うまいね、なんかそういう監督みたいな役の感じで。カップインカッチ。うまいね、そういうのね。カップインカッチインでいいね、楽しくなってきた。皆さん見てくれてますか。だいぶシンゴちゃん目が覚めてきました。やっと目覚めてきたね。起きてきましたよ。さあ行きましょうか、うん、そんでね、ゴロちゃんね、打つ前に、うん、稽古漬け稽古漬けってな。ごめんなさい、ちょっとケーキ漬けにって言おうとしたら、今自分がすごい金ちゃんっぽいなと思ってそっちが気になっちゃった、うん、ケーキ漬けに。さあゴロちゃんにはね、打つ前に、ね、ケーキ漬けに軽く踊ってもらってから打っていただこう。いや、嫌ですよ。踊りは関係ないじゃん、だってゴルフはほら得意だし、まあ、好きですけど、うん、なんで踊んなきゃいけないんですか。関係ないと思うでしょ。関係ないじゃないですか。関係ないですよ稽古漬けに踊るんですか。稽古漬けに稽古漬けに踊ってもらいます。ちょっと音聞いてみましょう。ミュージック踊ってないじゃん、だってなんか一番嫌な感じの音じゃん、俺が。いいんですか。ぴったりぴったりかな。こういう曲で踊ったことないですよ、あんまり。わかりました。これで踊って踊り終わってポーズ、うん、取る、はい、打つ、なんで最初に踊るのかよくわかんないけど、稽古漬けですよ。わかりました。一連の流れを整理しますと、これ踊って打って入った、最後にやった。わかりました。もうやったの前もちょっと曲がりました。入った、曲がる、やった、こっちたのに、いいです。そっちの方がいいの。そうですね、俺こっちの、あ、こっちですね、うん、さあじゃあ行きますよ。今結構高度なことを僕はやってて、うん、今回った時坂でしたなるほどね。
いいですね。OK、行きましょう。じゃあ早速、マジで見ようか、はい、準備大丈夫、みんな準備大丈夫、はい、OK、ね、よし、よし、一発で決めるぞ。いいでしょ、一発で決めちゃって。いくよ。今ね、配信のカメラがちょっとね、コード絡まっちゃった。OK ですか？OK、いける。OK。OK です。では本番いきます。もう一発で決めちゃって。アンバー、オー、スタート。踊ったじゃん、ちゃんと。ほんとすいません、今ちょっと、なんでカットなの、何がいけないんだよ、音とちょっと踊りだってもうこのことしか頭じゃないんだよ。何だろうな、やっぱり久々に踊ってるからかな。なんか今、ブツブツ言わないの、なんか、え、久々とか言わないの、ね、もうちょっとこう、音とこうバキ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 、お願いします。じゃあ本当の俺のダンスを見てくれよ。決めましょう。本番。よっ。スタート。押しすぎです。今だってカップ1個分、1個分というかだって俺1個分でしたよ。まあ相当難しいと思うんで、はい、一発目はもうちょっと外してもらった方が良かった。一発目からあんなに惜しいって感じだと、いやこれ相当難しいよ。アンパンよさあ。おお、いい角度、クイって今、いいですね。さあ、そうそう、落ち着かなきゃいけない、これ。ああ、やばい。カット。これ、本当に決まらないと終われない。相当難しいよ、だって最初の踊りから、もし行ければもうそのまま使いたいんですよ、 CM に。はいはい、でも踊った、パッと取った、打つぐらいの。あ、いいですね。ゴルフって、はい、やっぱこう精神的に整えてから。ゴルフじゃないですこれ。わかりました。じゃあボールは置いとかしてください。いいですね。でじゃーんと決めて、決まった、下ろした、打つぐらい。それルーティーンがあるから、俺なりのゴルフ。よー、スタート。だこうなっちゃうんだって。ちょっとふざけちゃってる。ふざけてはないよ。ちょっとふざけちゃってる。なになになに、ちょっとふざけちゃってない、こそこそ言わない。なんで、ふざけるのもすごくいいんですけど、うん、本当にこれは入んないとちょっとまずい。いや、分かってる分かってる。そのリアルにさ、ダメ出ししないでいいんだ。じゃあそろそろ本当に入る感じのパターンいきます。踊り終わってからもちょっとは時間が空いても大丈夫です。本当に入るやつお願いします。よースタート。やったー。すげー。
ちょっと早かったね、入るの。いや、だってすごくない？完璧じゃない？しかもこれ一発で入ったよ、跳ね返りとかじゃなくて。素晴らしいですね、今の素晴らしかったね、さすが稲垣さん。はい、ありがとうございます。素晴らしい。うん、じゃあ、頭のダンスのちょっと別バージョンを見ましょう。入ったじゃん、入ったじゃん。入ったのはもう、あの完璧です、完璧です。尺がもうちょっと欲しい。あ、これは取れてんだ。そこ取れました。あ、ダンス違うバージョン。はい、そんなバージョン持ってないんですよ。はい、さっきからずっとなんかこういうのばっかり。分かった分かった、じゃあちょっと違うの見せてやる。はい、違うバージョンで入っちゃう、入れちゃうパターンで。よーい、スタート。おー、ロボットダンス。あの、カップ。すごい良かったですよ、ロボットダンスの下りが。ですか、そっちが良かったことになんか高揚しちゃって、パッドの方がなんかもうぐでぐでになって。だってパッドはもう入ったからいい。そもそもロボットっぽくして良かったです。フリーじゃない、パッドの。あ、編集できないんだっけ。続けてやりたいんだっけ。そうですね、続けてやって入ったパターンを2つもらって、どっちを使うかを選びます。そんな余裕ないでしょ。だってこれ4本飛んですよ。本番よー、スタート。いいよ、入った。あっ、すげえ。すごくない？ラインに乗ったって言うんですよ、これ。すげえ。もう本当すごいんで。いや、もういいでしょ。オッケー。まあ、今の撮影したのを今日配信の最後に30秒でまとめてもらいます。なんだよ、なんでそんなつまんなそうにしてんだよ。もうちょっとやりたかったけど、着替えます。入ってよかったんだから。こちらの CM ご覧ください。ちょっとやる気出してよ。
いや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 、皆さん見てくれましたか、すごいでしょこれすごいんだよこれ入るってねえ。ということでもう気分も最高なのでね、こんな時は新オールフリーをいただきます。皆さん乾杯。はい、うん、うーん、うーん、最高。こういう時のオフリーは最高最高だね。さあということで、なんか僕一人なんですけれども、ここでですね、途中から見てる方々のためにもう一度、ライブ配信のこの企画の趣旨説明をしたいと思います。僕らはですね、今新しくなったオールフリー4つのお題をそれぞれが監督演者になって4本の CM を制作中です。そしてですね、1つ目は、新オールフリーは想像以上の美味しさ、2つ目は新オールフリーは新しすぎて気持ちいい、そして3つ目は新オールフリーはますます飛躍する、4つ目はノンアルに新しい時代がやってくるです。はい、ということでですね、まあ、その作った4本の CM の中から投票で1位を決めるため、完成した CM をサントリーオールフリーのホームページ上の特設サイトに、後日アップするので、視聴者の皆様ぜひ投票をお願いします。またですね、ハッシュタグ新オールフリー CM 対決をつけて、投稿してみてください。ライブ配信中にですね、皆さんからのコメントも発表できたらと思っておりますので、たくさんのコメントお待ちしております。あら、しんこちゃん、どうしたのその格好。あ、何何なのこの格好。え、あ、どうしたどうしたこの格好、こんな変な格好で、どうしたの大丈夫これ。あなたが監督だから用意したんでしょ。そうなんですよ、まあ、次は僕が監督なので、しんごちゃんにはこれを着ていただいてるんですけれども、うん、まあ、ここでですね、視聴者の皆さんから今どしどし届いているツイッターのコメントを見たい、はい、紹介しましょう。動かないね、はい、今年のバレンタインはオールフリープラスチョコでお世話になっている皆さんにお届けします。うん、嬉しいですね。うん、嬉しい。ああ、はい、そしてリンゴちゃんのデニムのつなぎが可愛い。うん、うん、私は画家です。うん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 、監督に なりきれない五郎さん可愛い。可愛いでしょ。可愛い可愛いでしょ。はあはあはあ、どんどん来てますね。エカメさんに指導はい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 、いっぱい来ておりますけれども、さあ、まあ、前半2つ終わったんですが、まあ、残りまだあと2つあるので、うん、皆さんお楽しみにしててください。行こう。じゃあ次は稲垣監督、このお題、はい、コンセプトの説明をお願いします。はい、僕の2つ目のお題はですね、新オールフリーはますます飛躍するです。だから今回慎吾にはですね、あるジャンプ企画に挑戦してもらって、新オールフリーも僕らも、ますます飛躍するというところを表現してもらいたいなと思っています。飛躍でこの服、ジャンプ、ジャンプ、なんとなくちょっとフレンドリーなパークじゃないそれはちょっとすいませんということで移動しましょう。よいしょ、はい、どうぞ。フレンドリーなパークにこれか。はい、こちらです。今から慎吾にはですね、はい、あの壁の文字が抜けてる場所があるんですが、そこにぴったりはまるスーパージャンプをしてもらい、ある文字を完成していただきます。お、はい、まあ、正面から見た時に少しでもずれてたらもう一回やり直しなので、はい、まあ、これ難しいですからね、慎吾君頼みますからね。これは運動ゼロな男だからね。お、全く普段やってないっていうもんね。で、この文字を埋める文字というのは慎吾君のこの後ろに書いてあるね、だそこに貼り付いて。え、僕のはどこがあるんですか。抜けてるとこ。あの、何ですか、位置的にはどの辺にどれがある。位置的にはですね、いいですか、うん、ここにと上の方に、はい、とで、ちょっとお尻のちょっと上のあたりに横棒ですね。あ、棒が棒ですね。で、足、このももの裏、うんうん、にこれはですね、リですね、フリー、はいはい、それであの文字を完成してもらいたい。早速決めちゃっていい。決めちゃっていいですよ。僕もあってもう
バッチリ決めましたからね。いい、はあ、もう一発目ぐらいから決めちゃってましたから僕。もう今稲垣さんがパッて決めてくれたから結構巻いてるみたいな。そう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 、決めちゃっていい。まあまあまあ、もう全然決められるもんだったら決めちゃってくださいよ。 OK、 これはね、ね、そんなこと言っててね相当ハードル高いですから。決めちゃっていいんだよ。決めちゃって。むしろ決まんないと終わらないから。今この階段何段かで膝のところがなんか隙間あるみたいになんかカポってなる人だけど、決めちゃっていい。大丈夫ですか。もっと気をつけてくださいよ。一人の体じゃないですからね。ありがとうございます。ほんと普段運動しないからね、全くね。まあ、僕とかまあジョギングとかしてますけど足腰が心配ですけれどもね。じゃあ行きますかね。行きますよ。それではじゃあ確認して、トランポリンになってそこを踏み外したりしないでよ。怖いから、怪我するから。そして、まあ、張り付いて文字が完成したらカメラに向かって一言、うん、あそこの CM、A カメさんですね。ついにね、はい、はい、CM 用の A カメさんに一言、超うまい、超です、超うまい、超うまい。まあまあ、慎吾さんらしくていいですけど。すぐ諦めないで。もうちょっと超うまいの言い方の下りで遊びたい。じゃあ超うまいで。いや、もういいいいですか。さあ、それではいきます。本番、よーい、スタート。マジで決めちゃうよ。うん、あ、いい、そういう表情もいいですよ。ちゃんとカメラさん押さえてね。そのためらう表情もいいですよ。すげえ怖くなってきた。運動した方がいいんですよ。行きます。はい、ね、用意スタート。いや、もう今行ったよ一応。じゃあ行きますよ。用意スタート。全然ダメ。超うまい。ダメダメ。カット。何ですかこのサンディオトルフーって言葉になってないよ。全然ダメダメ、言葉になってないよ。全然飛んでないじゃん。だって分かった分かった。え、ちょっとじゃあ一回自分で見た方がいいよ。どのぐらいのジャンプでどのぐらいの、なんかああいうところでああやってミスっといて、あの三角を掴もうとしてる。よくわかんないんだけど。あ、じゃあ今のわざとミスしたってことなの。いやいや、まあまあまあ、ちょっとじゃあ今の見てみましょうか。じゃあプレビューお願いします。出して。全然粘着されてないからやっぱずるっと落ちちゃうもん。サンリーオトルフーリー。ダメですよ、失礼ですよこれ。やばいじゃん。サンリーじゃないですよ、サントリーさん。オッケー。でも全然上じゃん。全然上、結構高く登る。頭2つ分ぐらいあと上ですよ。オッケー。はい、大丈夫ですか。はい、それではいきますよ。気を取り直して本番、よーい、スタート。できるこれ。全然できる。できるって。トランポリンだもん。え、大丈夫。俺できるかな。もう一本あんだよ今日。トランポリンだけやってみた。ちょっと練習でトランポリンジャンプしてそこに張らないでいいから着地する練習しなさいよ。いやだよ、生だよ。一回やんないとそんな練習本番前にやっとけよ。だからあるじゃん。ほらこういうさ、このぐらいのこういう。難しい。無双。これは難しい。あ、こんな難しかったっけ。そうそうそう。でもジャンプしすぎなぐらいでいいの。上に行くことはないから、君の跳躍力だと。これやばいよ、終わんないよ。ちょっと登るぐらいの駆け上がっていいんじゃない、うん、
だってそうしないとここに、そう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 、だって頭、あの上だよ。そう登っていくじゃん、結構フレンドなパークさんたちも皆さんちょっと張り付いてから登っていいんだよ。 OK、 うん、いきますよ。それでは本番よーいスタート。ウェ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 カット、カット、ダメ。何ですか今のこの手のバタ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 した動きは。もう一回、ちょっと今ちょっともう一回、もう大丈夫、もう一回変なになった、変な動きだ。ちょっとやったあんま見ない小刻みな動きがちょっとやった、ちょっと大丈夫かしら。かき上がろうとしてパタ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 ってやっちゃったんだね。でかき上がろうとしたのに足はいけたのに手はくっついてるから落ちてるんですよ。もう全然届いてない。飛躍してください、飛躍。はい、それではいきますよ、本番よーいスタート。飛躍、おお、あっ閉じた、足あっ閉じてもっと閉じて、足もっともっと左足を閉じて、はいカット、この服は全部くっついてるわけですよ。だけど体はこの内側の体は下に降りようとするんですよ。OK、 じゃあちょっとプレビューしましょう。いやおかしいよ、今いけたんじゃないですか。まあね、どうですかこのクオリティが。なでも高さはいけてましたよ。じゃあプレビューの方お願いします。わかります。おかしい、楽だよ。だからそうだよ。さあプレビューをじゃあ出ますか。いけてたよ、字の感じ。高さはいけてるんだけど、フリーのリがさ難しいんで、両足でリだから。どこに、なぜ書いてんね。両足なの。そうそう、まあ、今気づいた、今気づいた。さあプレビューはちょっと出せそうですか。いいなこれ、笑ったわ。でもね、3とね、オールはもう素晴らしかったですよ。サントリーのオールは。フリーだけがちょっとね、ちょっとここで検証したみたいな。さあ見てください、うわいいじゃん、いいんですよ。トリーはどっちかっていうとね、フリーじゃなくてプハーになってるから。足まっすぐでいいのね。そうそうそう。そしたらリあ、こんな感じ。そうなんだ、これと、と、あ、腕も邪魔だから上げて、まっすぐつくんだ。そう、いいかいいか、またかいたい。さあ、ちょっとこれはねえ、OK は出せないので、ちょっと今の反省も踏まえてもう一回行きましょうか。じゃあ決めます、決めましょう。さあ、まだイメージ湧いたみたいですからね、体の預け方の。さあ次で6回目だって、6回目になります。さらなる飛躍を目指して香取君に頑張ってもらいたいと思います。それではいきます、本番よーいスタート。
おお、ああいい感じ、ちょっとだけ足開いて、ちょっとだけ。OKOKOK。 カメラに向かって一言。そう、うまい。カット。 OK。 OK でしょ。ねえ、さあ救出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 。ちょっと体の中心が心配ですけれども、さあじゃあちょっと一回プレビュー。よかった、ね、よかったよかったよよかったよ。これは最後ちょっと足開いたらよかった。いいでしょ、いいでしょ、いいじゃん、いいよいいよ。いいじゃんいいじゃん、オッケー、いいでしょ。素晴らしい。さあ、素晴らしい結果に OK でございます。 OK? OK でございます。よかったでしょ、だってよかったよ。汗だくですね。今なんか本当にクライアントさんに確認に行った。君の汗を久々に見たわ。この感じでやってるけど、ちゃんとあの向こうの方ではすごい確認が取られてる。もちろんそうですよ。ね、はい、まあ、今撮影した素材をですね、まあ、今日の配信の最後までにもう一度30秒にまとめてもらいますので、皆さん後ほどお楽しみにしててください。よろしくお願いします。皆さんはこちらの CM をご覧ください。オールニュー、オールフリー。It's a curious thing.
普通に飲んでましたね普通に飲んでたね美味しいよ美味しいねやっぱりさあ今度は僕が監督なのかな、うん、さあ視聴者の皆さんから届いたツイッターのコメントの方を紹介してみましょう、はい、すごいたくさん皆さん送ってくれててねえハッシュタグ深夜オールフリー CM 対決生放送のコントみたいで楽しいそうで す, うですコントですコントでしたねえ、ねこんな面白いコント久々コントが面白いもうコントになってるCM ねCM を作ってるんですよコントになってるマイコリンさん ねえメガホンでスイッチ入った慎吾監督テンション高いね、うん、いいでしょメガホンでさメガホンでスイッチ入ったのスイッチ入ってるね入って僕こんなテンション高いの今年初めてですよあんな声出さないですからだってゴロちゃん、シゴちゃん見てるよ生で CM の撮影風景に寝るなんて斬新、面白い嬉しいですね、うん、皆さんも一緒に参加してくれてる感じが本当にすごい、決めるときに決められる男ゴロやりましたいやいや、俺も決めたんですよまあまあまあ、6回やりましたよ、ねうん、ゴロちゃん、素晴らしすぎるなのにダンス別バージョン求められる、うん、新オールフリー早く飲みたいこの生配信終わったらすぐにオールフリー買ってくるよ、うん、皆さんいっぱい飲んでください一緒に乾杯ですからね、うん、さあではですね香取監督、はい、次のお題とコンセプトの説明お願いしますいきましょうか、はい、最後ですね、うん、最後僕の2つ目のお題はノンアルに新しい時代がやってくる、うん、だから最後はね僕も視聴者の皆さんもゴロちゃんのこんな一面見たことないこんな顔見たことないっていうね、稲垣吾郎にとって新しい挑戦をしてもらおうとはいちょっとなんか嫌な予感もしますけれどもねその予感的中よし移動しましょう次のコントということですか CM ですね CM 撮影ですか CM 対決はいさあということでね何が最後に出てくるのか最初からチラチラ見切れてましたこの風船何これこのフロアには13センチほどの小さい風船から180センチの巨大風船まで全部で100個以上用意してありますあメガホンがないどうにかスイッチが入ってないでしょうからねまあいいコントでしか使ったことないでしょ、これうるさいの本番中、静かにぞ何すんの、この風船この風船はね、抱きしめて、ま、愛を持って抱きしめて一気に割っていただき、はい、最後にカメラ目線で新しいゴロこの一言はね、はい、もうダメなのよ、こういうの全部割っても無理なのよあの後半ビビリーだからやったことないしよっオーバーオールだいたいさ俺オーバーオール着ないんだけど昨日も雑誌の取材とかあったけど最近なんかあのいつものゴロちゃんじゃない格好をするよ、ね、昨日も結構派手な俺が着そうな色とか、ね、新しいゴロおいOK やってみよう準備 OK マジで？ちょっと、見せしますよ。あ、見せちょっと見切れちゃう。危ないもんしないとだってね。はいはいはい。ああ！ああ！でもちょっと耳栓ちょっとクライアントさんにちょっと耳栓クライアントさん耳栓はいいんでしょ別に。まあ、一発ちょっと行ってみましょう、はい、マジはい本当に一発行ってみよう本番よースタートガーちょっとちょっと待ってください早いなんで用意スタートで何もやってないちょっと何もやってないのに割れましたそういうのいらないですよなんで割れたかちょっと誰だよ誰が抜いたんだよスタートなんで割れんの行きましょう行くよよスタート
無理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 いやいや無理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 そのままだって割れないもんいけます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 割れないなんでさっき割れたのいけますよタップしませんよえこれ割れないようだっていけますもう一回もう一回グッガッよかったですいやちょっと本当に涙出てきたいい感じですもうちょっと大きいのいってみましょうかあこれ衝撃結構来るよこのちっちゃいの2つぐらいだったらすぐこういやいろんなカットが欲しいんでここはこれ胸で割るのこういう感じ分かった分かった、はい、手でやるはいよーしスタートカット割れないんだおいいけますいけますいけますあの最初はもっとこう渋い感じのこうかっこいいところからサクッサクッ分かったパンパンよーしスタートあれ割れません思いっきりやって握りつぶしたでしょだって、うん、なんで、まあ、本当だうまいなんでやっぱりねこういう経験ないからこのぐらいのちょっといってみましょうか一発ちょっとこれ、はい、割れんのでさっきのバージョンちょっといけたんであのヒゲで割る感じのやつをこうそんな硬くないそこでサクッてそんなにサクッてそんなに硬くない一回ちょっとお願いしますよーさっグッてやってみるグッていって割れるわけないじゃんいけないですか割れるわけこの辺で爪な感じで刃物じゃないんだから刃物じゃないんだからこうヒゲでいってるかのような感じにちょっとできますかねで実際は胸で割っていいとグッてやりながらもこっちでグッていったらあヒゲでにしてもちょっとでかくないこれいいですよースタートなんで涙が出るの？なんで涙が出るの？え？なんで涙が出るの？本当に本当に涙出てます。怖いんじゃない？無理して出て無理して。痛い。いい感じでした。痛いよ。ここが痛いんですか？だって破裂したのが当たったもんここに。唇にピッて。動かないでまだ出てこないで。いやいやいや。ま、なんか人の声が。あのじゃあちょっと連続で割る感じのやつ欲しいんで。あの僕じゃあ下から渡しますからもう一個ずつもう何の匂いを嗅いでるの誰もいません。嗅いだことある匂いだな。下から僕渡しますから。はい。もう。いや、すっごい楽しい楽しいね。すっごい楽しい、こういうの好き楽しいね、俺これマジこのままこの風船の空間で1時間半ぐらいできるやべえよ OK ダメだだから咳する音が聞こえんだけどいや、もうこんなかじゃないあの、スタッフ咳、咳我慢しろなんか人がいる感じがするはい
一気に5つ5個割って5個パンパンパンって最後に新しい五郎 OK よースタート折れてしまった。これだ。もうじゃあ最後。もういいよ。もうじゃあ最後。ちょっとこんなの無理だよ。これ？どうやって回るの？こうやって。抱きかかえてるの？こう。本当に？怪我しない？大丈夫？大丈夫大丈夫。怪我されちゃうとちょっといろいろ問題ある。しないような感じでお願いします。難しいね、お題が、うん、そろそろだよ誰の声かけた？はい？誰に声かけた？稲垣さんです。僕に？誰かいない？じゃあ、もうこれで本当最後なんで気配を感じるんだよ。これで決めてくださいね。こんな無理だよ。いきますよ。よーっていうか、さっきみたいにグッと抱きしめる感じで抱えきれないんだよ。いけます、いけます。スタート、グーン、頑張ってー。グーン、あーあーあー、新しいゴロ、新しいゴロ、新しいゴロ、素晴らしかったな。ここ素晴らしかったね。D 取れたでしょ、みんなもね。なんとかほら。だって俺そんな、ね、今ここすごい良かった。そらもうおじさんたちが全員笑顔だ。みんないい笑顔してる。普段いろいろ辛いこととか生活の中である。すっごいいい顔してるみんな。素晴らしい。今のもね、今日の最後までにね、綺麗に編集して見れるのかな。ということでね、撮影も終わったし、じゃあちょっと編集の状況を見に行ってみよう。それではここで、ちょっとすみません、立ち直れない。 CM です。 CM、 え、 CM です。 CM です。
皆さん着替え終わりました。さあこれまでね4本撮りましたね。4本撮ったものをねもう今この場でもう編集してくれてる、うん、こちらほらすごいよね。この場でできたんでしょ。お姉さんが必死に今ねもうあの指の動きの速さを見てください。もうほんと今必死にね、あんまり変な顔なの使わないでねこの時間がないのか。今もう全部はまだなのかな、はい、もうちょっともうちょっとですね、もうちょっとかかるのかな。さあちょっとツイッターのコメントを見てみましょうか。そうですね、はい、来てますよ。はい、稲垣さん、香取さん、お疲れ様です。とっても楽しませてもらってます。オールフリー飲みます。飲みましょう。ありがとうございます。 CM 対決楽しいです。頑張れ、早くオールフリー飲みたい。飲みましょう。笑いすぎて喉が渇いた。オールフリーが美味しくなる。いいね、間違いない。いいね、五郎さんのオーバーオール姿ほんと新鮮。新しい五郎楽しみ。耳栓五郎耳栓五郎耳栓五郎、はい、そうですね。やばい、すごく面白い。うん、慎吾ちゃん頑張ってね。2人のやり取りおかしすぎる。いつまでも見てたい、うん、なんか今日いいですね、五郎ちゃんと僕ね。今日いつもいいじゃないですか。なんですか今日今日なんかいいですよ。なんですか今日って言い方。今日もいいでしょ。いつもなんかこう、なんですか、やっぱりこう草薙と二人の感じってあるじゃないですか、うん、はい。で五郎ちゃんとってちょっとこうあの気まずいというか、ね、もう今更それが今日全然すごい、うん、やっと慣れてきたんじゃないねえ今日いいよ。いやいや楽しいですもん、だってね、うん、本当にフリーな感じで。オーバーオールなんで来たの。なんでって、いや君が着させたんですけど。あ、そうか、でも あの2つぐらいなかった、うん、その中でオーバーオールこれはちょっと NG みたいな。いや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 、まあほら新しい五郎ですから。ああねえ、そうなんですよ。うーん、はいはいはい。いやーまさかこんなにこんなに心動かされるとは。もうこの人たちってばなんでここまでしてくれるの。いやー頑張んないといけない時期なんですよ間違いないね。さあ CM4 作品お姉さんできた。あーできた。じゃあプレビューちょっとしてみようか。まずはゴロちゃんの新オールフリーは想像以上の美味しさ、はい、CM テーマ言葉を超えたうまさ、はい、見てみます。じゃあどうぞ。おお、いいじゃんいいじゃん。おいいじゃんいいじゃんいいじゃん。あーちゃんと真剣真剣ここ使ってる、うん、できた。おいいねいいね。あーおーいいじゃないですか。いや、いいじゃん。いいよね。別になんかこのままいい感じですけどね。あれやっぱ必要だったね、あのさ色をこうやって見て。そうそうそう、ああいうのあれがやっぱ必要なんですよ。筆見たりとか、ね、確認したりとか。なんか修正ポイントないんですか。大丈夫だよね。ちょっとでもカット数が多いかな。そんなことない。なんかほら長く慎吾ちゃんの顔もうちょっと見てたいかなと思ったり。いいか。なんすかこのこのお前何言い出したんだみたいな。いい CM でいい編集されてんのにお前なんだそんなみたいな。この空気何だって私が監督ですよちょっと修正してみます。あ、今の20カット15カットぐらいですかね。そんなにいっぱいはないですけどダメ監督だなそんなないでしょ今の。まあまあまあでもほら結構細かくカット割りしてたんで、うん、ちょっとね、じゃあちょっとちょっとだけ、はい、もうちょっと慎吾ちゃんの顔が長く見れてるところがあってもいいのかなという。じゃあ次行ってみましょうか。新オールフリーは新しすぎて気持ちいい。 CM テーマ気持ちいい達成感。達成感、はい。僕が監督したやつ。すごーい。ちょっと
テンション高すぎないなんか全然いいよね。ちょっと自分が想定してる自分のキャラクターの許容範囲を超えちゃってるんで、ちょっとテンション高すぎない。俺が監督だからいいのあんなにやっていい、全然いい。本当しかももうワンカットっていうかね、本当。いやいや、でもすごい入ったのはすごいよ。あのやったーとあんな喜んじゃって大丈夫だったかなと。テンションって言ってるけど、うん、そのテンションの時の顔が嫌なんでしょ。あ、なんかグワッてなってる顔がね、ちょっと。まあでもまあ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 、いやいやいや、このテンションでもマジな、マジなやつじゃん。いやいや、何ですかこの感じ。違う違う、いやいや、でも大丈夫、よかった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 。いや、あんなにこんなに出ちゃって、本当のやつ出ちゃって、こんなにはっしゃいじゃっていいのかなと思ったんだけど、いいよ、素晴らしい。でもまあ達成感があっていいじゃん。あ、そっか、テーマは達成感ですもんね。わかりました。あの最後の新しい俺って言ってる表情だけちょっと見せて言い合いの瞬間みたいな最後のこれのとこでストップしてこれいいじゃないですか、ほらいいでしょ、ダメなのへっこいな、なんかへっこいって久々に聞いたへっこいなって、まあ、ひげ生やしてる感じの人のテンションじゃないよねまあいいですよ、素晴らしい大丈夫ですか、大丈夫。3組、ゴロちゃんのやつ行きましょう。ゴロちゃんの監督の新オールフリーはますます飛躍する。 CM テーマ飛躍する、どうなったこれ、ね、あ、いいじゃないですかちょっとこのいいよね、じわ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 最後開いていく感じが君の意外と几帳面な性格だ違う自由奔放に見えて、開いて本当は結構几帳面なところが違う出ていいですよ。これで終わんないとと思ったからもうちょっと開けみたいなこと言うからもう必死だよ香取慎吾の動きじゃないよね、あのじわじわ動きだね、涙で泣いてるからね。いやいや、もう僕がこんな笑いすぎて泣いちゃって笑ったん久々だいや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 、素晴らしいじゃないですか。よかったよかった、出てます出てますよ、飛躍するですよ、まさに。さあ4本目、4本目は4本目もできましたか。お、できた。4本目は僕が監督のノンアルに新しい時代がやってくるCM テーマ新しい挑戦、こちらもうお嫁に行けないよいやいやいや、4本目今のはね、本当に今見てもやってん時も一番楽しかったから一番楽しかったんだけど、あれは投票で1位取れませんいや、そんなのじゃったやり損じゃないですか、うん、1位取らないと、1位目指してんだからこれは、まあ、1位取れなくてももうしょうがないから。いや、この際だからさ、あ、でも1位取るとこれいっぱい流れちゃうのそう、そうかそうか、これでちょっと今の斬新だよ、かなり。もうちょっと風船の数増やせますかね、ちょっといいじゃん、バンバンバンみたいな感じにちょっと。わかりました、はい、はい、そういう感じでちょっと。あ、今4つ割ったもんね。でも5つ割ったんだ、今の3つ。あとね、一発目の新しい五郎も良かったんで。一発目の、一発目、あ、小声で言ったやつ、ね、そうそうそう、小声の方のやつもよかったですね、うん、そっちにしてもらう、はい、いやいやいや、今これもう本当に今編集をここで、あ、この顔もあ、この顔もいいな、なんでこの顔、うん、俺こんな顔する人、あ、わー、いいじゃないですか
この顔のおかしいだろう。何この顔。ちょっといい、あーいいな。いや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 、もう本当にこれは新しいよ。こんな自分いなかったですから。もういなかったですか。いなかったですよ。いやでもいろんなこと経験してきてるじゃないですか。いやでもこれはないよ。これはない、これはない。さあちょっとまたいっぱいツイッターがコメントが来てるみたいな。いやいやいや、なんで泣かなきゃいけないの。いや、いいことですよ。泣くほど楽しいっていうのもね。ツイッターも本当にコメントがたくさん来てる。そうですね。このぐらいどういう感じで見てくれてるのかな。これはスマホで、スマホで見たりとか PC で見たりとかということですよね。そうですよね。時間帯的にも ね、ちょっとお仕事の休み時間。そうだね。そういう方が見てくれてると。いや本当に、ね、いよいよ明日発売ですから、ね。そうですよ。ね、いよいよだね。嬉しいな。もう本当すぐ買いに行こう。いやまあ本当にでもあのね、新しい。本当今までももちろん美味しかったんですよ、オールフリー。本当新しくなったオールフリー飲んだ時の驚き。って。びっくりした。もともとファンだもんね。そう。はね。違いが明らかになった。今再編集して今からちゃんと4作品をねお見せしますんでね、今本当に僕がやった最後のところをちょこっとお直ししてくれてる感じになってると思うんで。いやもうすごいなこれは。言葉が出ないっていう。本当に、これで投票になるじゃないですか。これどうすんだろうね。でも皆さんどういう基準で選ぶんだろうね。予想はどれですか、ゴロちゃん。予想はやっぱり慎吾の最初の僕が監督した絵を描いてる、これはすごくまあおしゃれには仕上がってるじゃないですか。おしゃれにね、可愛くかっこよく、まあなんかこう新しい感じもするし、まさに言葉を超えたうまさ、達成感もあるし、おしゃれにっていう感じがちょっと本当 CM っぽいじゃないですか。あれがちょっとなんだろう、こうそこじゃ見たことない感じってなると、あ、そうなると風船になっちゃうのかな。いや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 。まあでもジャンプしたのも、あ、最後の足の開きとか、足の開きとかもよかったよね。まあ、風船はかなりインパクトあるけどね。大丈夫なのかな、これは。あんなに一発でこう、一発でというか成功した五郎ちゃんのゴルフが今全然話に上がらない。なんだろうね、この感じ。いやもうだ、超えちゃったんじゃない、もうゴルフを。いや、あの完璧、完璧なものよりさ、やっぱりちょっとこう、まあ、ちょっと崩れたりとか、ダメだったりするものが、そこに向かって挑戦してるという、達成感なのかな。お、結構いいんじゃないの。じゃあ風船来ちゃうんじゃないの。これでもさ、対決としては自分が出演しているよりも、自分が監督をしているものが1位になることが本当は嬉しいよね。そうだね、そうだ。まあだから僕はやっぱりね、慎吾に演じてもらった絵とジャンプのが全作品完成しました。はい、ではエディターさんの直し作業も終わったということで、香取監督、稲垣監督が制作しましたサントリー新オールフリー CM を1本ずつ完成品を皆さんと一緒に見ていきましょう。はい、まあ、僕の1本目の作品、お題は新オールフリーは想像以上の美味しさ。まあ、慎吾にはですね、言葉を超えたうまさを表現してもらいました。ご覧ください。オールニューチャレンジ。
できた。生きてる。オールニュー、オールフリー。おお、いいじゃないですか。CM だ。ねえ、もうコマーシャルになってるよ。飲みカットもって。これ強そうだな。まあそうだね。なんだ、実際コマーシャルか。監督対決だからさ、俺いい顔しちゃってた。いや、そうなんだよね。あの、演者が手を抜いたらその監督がダメになるから、そうだね、対決としてはそういう作戦もあったが、まあ、僕らもねプロですから。まあ、いや、いいじゃん、いい顔してるよね、シンゴちゃんね。次、はい、僕の1本目の作品、お題は「新オールフリーは新しすぎて気持ちいいです」。ゴロちゃんには新しいことに挑戦してもらって気持ちいい達成感を表現してもらいました。ご覧ください。オールニューチャレンジ。モンスター！やったー！新しい俺！生きてる！オールニュー、オールフリー。新しいですね。新しい、あのテンションもう一回やれって言われてももう出ないよね。出ないね。3年ぐらい出ない。新しい、おらその後の生きてる。ちょっと生きてるは透かしてたね、あの温度差がね。いや、これもいいんだ。新しい、おらって言ってて生きてるって。この温度差が。さあ、そして僕の2本目の監督作品、お題はですね、新オールフリーはますます飛躍するです。シンゴにはですね、壁の文字が抜けてる部分にぴったりとはまるスーパージャンプをしてもらいました。まあ、新オールフリーも僕たちもますます飛躍するところを表現してもらいました。ご覧ください。オールニューチャレンジ。この一言が分かったね。そうだね、うん、あれがちょっとコマーシャルとしてはそうだね、うん、いいものが仕上がってる。あんな状態なのに超うまいな、うん、あのちゃんと超うまいなってなってるなってる。いいカットです、あれは。おう、うん、振り向いてね、ちょっと。いやー、どうなんだろう、いいんじゃないですかね、これもね。ほんとなんかいい感じだな、全部、うん、よし、最後は僕の作品、僕の2本目の作品、お題はノンアルに新しい時代がやってくる。ゴロちゃんには僕も視聴者の皆さんもこんなに長きゴロを見たことないっていう新しい挑戦をしてもらいました。ご覧ください、はい、どうぞ。オールニューチャレンジ。生きてる。オールニュー、オールフリー。何ですか、やっぱり生きてるがおかしいですね。この生きてるを取った時にはこんな自分を想像してなかった。そうだね、別人のようですよ。そう、しかも最後何言ってるか分かんない。いいんですか、あっちで。何、新しい頃あれがいいですよ、やっぱ新しい頃みたいな。
いやちょっと楽しすぎてもう時間がだいぶ、はい、ちょっともうエンディングみたいですね。じゃあちょっとせっかくだからセットの方に移動して、いやーいやー、どうなるかな。これがね90分、もうあっという間の90分プラス10分ぐらいちょっとオーバーしちゃいましたけど、皆さん見てくれてましたか。まもなくライブ配信終了します。ゴロちゃんどうでしたか。いや結構これいい CM が出来上がったんじゃないのかなと思いますし、シンゴどうだった。いや楽しかった、すっごい楽しかった。なんかねこれほら投票で1位を選ぼうって言ってるけどね、なかなかの出来なんでテレビとかでも流れちゃってもいいんじゃないかなみたいな、ね、そうだね、楽しいかも ね、それもね感じのことを言っちゃったりなんかしちゃったりしてしちゃったりだっかりしちゃったりして ね、さあ、まあ4本の CM の中から投票で1位を皆さんに決めていただきます、はい、後日サントリーオールフリーホームページ上の特設サイトにアップするので、視聴者の皆さんぜひ投票お願いします。お願いします。2月14日に投票受付開始予定です。皆さん清き一票お願いします。一票生配信まだ心がざわざわしてるから新しい頃、はい、ライブ配信にもたくさんのコメント、皆さんツイッターからのたくさんのコメントもありがとうございました。本当に楽しい時間を過ごせてくれていたら嬉しいです、はい、ではですね、明日いよいよ発売する新オールフリーが盛り上がることを願って乾杯！あー美味しい！生きてる！あー今日は皆さんありがとうございました。楽しかった！さようなら！